よし、じゃあやろうか。じゃあまず足開いて入って、ちょっと右と左に入れながらゆっくり垂直の、
もない状態でやるのも全然 OK だけど、このボックスのどこに前の足を置かなきゃいけないっていう意識が働くだけで、制限があるだけで全然違うじゃない。このどこに入れるかっていうことをやるだけで重りとか持ってる負荷が違うんだけど、まあ、意識だよね。だから多分自分の体をさ、ここら辺に置かなきゃこうだなってことを意識働くだけでもすごい結構動きにくくなったりするから、そうそういうのをこれに使ってさやってるからね、そういうのを意識してやるとすごい同じ何もない状態で年間通してやるより、そういうことを意識してやった方が安定感は増すよかな。だから多分プレー中のその本当一瞬のバランス踏み込む時とかさ、一瞬じゃん、はい、その時に日頃からこういうことやってた時とか、そういう時に出るからね、はい、精度とかさ、そう次はファストステップいきましょう。まあちょっと休みながら聞いてもらって、今日は、まあ、ファストって速いステップね、速いステップでこれ系やるんだ、はい、これをこの中でやると、今やってもらったランジジャンプと近いんだけど、何もないところとか、まあ、ラダーで縦ですとか、例えば進みながらやる場合だったらこうなるんですよ、横に通るとか、はい、でもこの向きでやる、今日その際前には進まない、だから外にも制限があるってことボックスになる。で、意識するのはここで数数える、例えば右足からだったら1歩目で数数える、1、2、3、4、5、6、7、8、うん、で自分の上半身はこれ目安に置きやすいと思うんだけど、こうガチャガチャ動いちゃって多分早くも動かせなくなってくるよね、ある一定のところから。だからこうよく見る、こういう風にやるのはある当たってんで、上半身の重心位置をキープした方が細かく早く決めるから、だからこのボックスの真上に常に自分の上半身、もしくはもっと意識できれば四角の中央に自分のおへその位置が常にある状態でステップをちょっと踏むイメージで、ちょっとやってゆっくり軽く慣れてきたスピード、そうで、これを8回、うん、でまずこのテンポでやってみよう、8回いくよ、はい、毎回ここに来るイメージ。OK。はい。四、せーの、一、二、三、四、五、六、七。そう。ビートに合わせて。はい。これの代わりに、ドンドンドン、打点がある。ドン。そこに一歩目合わせる。で。
ダブルで組んで、タン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 。オッケー、体のリズムもステップと一緒になっちゃうね。タン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 、体はドン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 、ワンツースリーで、ステップはワンエンツーエン、ワンエンツーエン、うん、体のリズムでいいよいいよ。まずこのステップで意識することは、体は8ビート、ドン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 で、ステップは1 n 2 n 3 n 4 n んたんたたん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 で、ステップがタン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 になってくると、春英は体も同じリズムになっちゃうから、まあ最初はみんなそうなっちゃうんだけど、だそこを変換してできるようにして、最終的にそれが1個のまとまり、体はダウンリズムで8ビートでやりながら、ステップは力抜けてできるようになってくると、多分気持ちよく動けるようになるから、練習してみてください。はい、OK です。はい、ダウン、アップ、ダウン、アップ、そうそうそう。タン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 、ああいいじゃん、おいいね、はい、オッケー、ワンツースリージャンプ、ワンツースリージャンプ、はい、オッケー。いやー。